はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。まあ、昨日も言ったんですけど、ちょっと来週1週間ほどですね、ちょっとまあ、この地元離れるということで、ちょっとね、動画を撮れる環境じゃないところに行くので、ちょっと来週1週間ほどお休みをですね、したいなと思いますけれども、まあ、その後またですね、いつも通りやりますので、よろしくお願いします。で、ですね、今日あの広島、今日から広島戦なんですけど、まあ、あのオールスター系ヤクルト戦、2勝1敗とで巨人戦2勝1敗であの一応、まあ勝ち越しては来てますけども、まあ、1位狙おうと思ったらですね連勝をしていかないといけないということで、まあ、本当はね3立てって行きたかったんですけど、まあ、勝ちきれずっていうそんな感じかなと思いますが、まあ、で今日からね広島なんですけど、広島今は全然勝ててないので、ここを何とかねしていかないことには上なんて目指せませんので、ここは何としてもね広島今調子悪い状態ですからね、なんかオールスター系1個も勝ってないっていう感じですからね、ちょっと今調子落ちてきてるっていうところを何とか叩いてですね、少しでもこの対広島戦のこのですね負け越しをちょっとでも減らしていかないといけないなって、そんな感じですよねって思ってたんですけどね、ちょっと今日はねまたあのコロナでですね、阪神の選手2人抹消ということで、大山と北条ですよね、特に大山が痛いですよね。大山の抹消はちょっと痛いなっていう感じですね。で昨日ですね、実はあのロハスジュニアが抹消されたんですけど、今日もうすぐに再昇格ということで、実質あのずっと一軍にいるっていうそんな感じですよね。ロハスからしたらまあラッキーですよね。このまま二軍に落ちたらもう今シーズン終わりっていうそんなレベルのですね、感じだったところがですね、ということは今シーズン終わりということはもう当然もう来年の契約もないからもうクビっていう、そういう瀬戸際だったのがなんとかですねこれまた一軍でやるチャンスが巡ってきたということで、ロハスからしたらまあね最後にこうアピールするチャンスもらえたっていうところですから、ちょっと頑張ってほしいなっていうところですよね。で、まあ、北条も落ちたんで、今日バターですね上がってきた、そのコロナ明けで上がってきた坂本上がってきましてですね、今日木浪も上がってきましてですね、木浪もこれチャンスをですねなんとか、このチャンスをものにせないかんっていうところですよね。もうね木浪なんてその新人の年はもうこのままレギュラー取るんちゃうかっていうそんな感じでしたよね。そのまあ、いわゆるそのショートのですねレギュラー争い、まあ、鳥谷がですねチームを去っていて、まあ、ポスト鳥谷誰になるかっていうですねそんな感じのところに、まあ、一番ってもともと北条だったんですけど、いまいちこうねレギュラー取りきれないっていうところで、でね木浪が出てきて、木浪がオープン戦でヒットを打ちまくってですね、そのまま自力でその開幕のですね1番ですかねスタメン、だから木浪近本っていうですねルーキーのこの 1,2 番でこうねスタートして、で、そっから、まあ、1年目、2年目とね、そのレギュラーを取るかっていうような勢いで、行ってたんですけど、その後中野が出てきて、ちょっと今出番ないっていう、そんな状態になってますよね。もうね、若手じゃないです。まあ、28ぐらいですからね。まあ、小畑が出てきてですね、で若手、まあまあ、糸原がもうセカンドのね、ポジション取ってるということで、そこに中野が入ってきてですね、で、佐藤輝が今度サードに入ってきてということで、で、大山がファーストですから、まあ今、ロドリゲスですけども、ちょっとね、あの木浪選手あたり、出る場所がなくなってきたっていう、そんな感じですよね。だから、このままそのままね、あの2軍でこうね、塩漬けになるのか、それとももうトレードでですね、よその球団に出されるのかっていう、そんな、もう瀬戸際の状態で今こうしてコロナの影響でですね北条の抹消になってチャンスもらったわけですから、これはもうそのマロハスもそうですけど木浪もですねここ最後のこうアピールの場やというところでちょっと頑張っていってほしいなというところですよね。まあ、あの、ついでに言うと、まあ、ヨーカーあたりもそうなんですよね。あの、今、いまいちこうね、結果出てない中で、ちょっと人手不足でですね、2軍からまた1軍行ったり来たりでね、今1軍にまだなんとか残してもらってるわけですから、ちょっとこの辺でアピールしていかないとですね、またね、若手も育ってきてますからね、外野手で言うたらね、井上もいるしですね、前川もいるしですね、この辺が出てきたらもう、外野も内野もね、出る場所なくなってしまうっていう感じですから、もうね、まあ、コロナはチームにとっては痛いし、プロ野球にとっては痛いんですけど、若手にとってはチャンスですからね。その怪我とかじゃなくて、レギュラーのメンバーがですね、抹消になるわけですから。怪我はね、なかなかそんなね、そんな年がら年中みんながみんな怪我するってわけじゃないので、怪我待っててもですね、なかなかこう、秋が出るっていうことはないんですけども、コロナは結構ね、その今、多いしですね、まあ、なった、陽性になったってなったら、無症状でもですね、やっぱ抹消ってなるわけですから、若手からしたら、まあ、
一つこうチャンスですよね。だからこの辺はもうそのチームにとっては痛いけど、若手はこうチャンスだと思って頑張ってもらいたいわけですね。まあ若手だけじゃなくて、その一軍をこう、ね、一軍二軍を行ったり来たりしてるレベルの選手はここアピールするチャンスですから、ちょっと頑張ってほしいなというところですね。ということでロハスがですね、再昇格をしてきてですね、まあ実質落ちてないっていう感じですよね。あの試合の後にあの抹消になって、今日試合の前に昇格してきたわけですから、まあ実質落ちてないっていう感じなんですけど、だから今日はその大山がスタメンから抜けたということで、ロドリエスとロハスを両方ともスタメンで使ってきてですね、1から4は一緒ですね。1番近、1番、中野、島田、近本、佐藤で、5番に糸原ですね。5番に糸原を持ってきて、6番にロドリゲス、7番にロハス、8番に梅野っていうですね、こういったオーダーを組んできましたですね。で、ピッチャーが今日は西勇輝ということですね。で、広島の方は大瀬良ということなんですけど、ちょっとなんかこう大瀬良がいまいち、勝ててないみたいですね。なんかこうね、まあ勝ち星は上がってるんですけど、ここ数試合あんまり調子良くないっていう、そんな感じだそうで、で今日、まあ、久しぶりに大瀬良見たんですけどね、テレビで。なんかちょっと痩せたというかですね、細くなったのが、まあ、ちょっとやつれてるような、そんなイメージ、なんかちょっとね、大瀬良のイメージとちょっと違う感じでね、なんかちょっとこう、大丈夫かなっていう、そんな感じに見えましたけども。で、まあだから本当やったら、まあエース対決だったはずなんですよね。エース対決、西と大瀬良というね、両チームのエースだったんですけども、ちょっとね、ここ数年は二人ともいまいちこう乗り切れてないっていう、そんな感じの対戦ですよね。だからどうなるかなと思って見てたんですけども、で、まあ、試合始まってですね、見てると、まあ、大瀬良は別にそんな別、なんていうんですかね、どうしようもないっていうことじゃないんですけど、やっぱりその良かった時の大瀬良に比べたら、うん、どうしたんだろうなっていう、そんな、なんかその、イメージとしては良かった時の大瀬良ってまっすぐでバンバンこう、ね、こう、150キロぐらいのまっすぐがコーナーにズバズバ決まるっていう、そんなイメージでね、そこにあの、いろんな多彩な変化球があるから、もう手も足も出んっていう、そんなイメージだったんですけど、なんか今日見てると、えらい変化球が多くてまっすぐ全然投げへんなっていう、そんなイメージですよね。で、まっすぐもなんか球速がね、そんなにあるように見えないし、だからちょっとあんまり今ね、調子良くないのか、怪我してんのか、なんかね、ちょっとわかりませんけども、なんかちょっと大瀬良のイメージと違うなっていう、そんな感じでしたよね。で、初回に阪神が先制点ね取ってね、ヒットヒットで 1-3 塁になって佐藤が犠牲フライを打つと、この簡単にね大瀬良から点取れるっていうのは意外な感じしましたけども、まあまあ何はともあれですね、先制点は阪神が取ったという感じですよね。で西勇輝の方はですね、まあいつも通りということで、まあ良くも悪くもなくっていうそんな感じですけど、まあ西勇輝投手はなんかこう松田が投げやすいのかもしれないですね。なんか松田ではいつもねなんかコントロールよく投げてるイメージがありますし、今日はあの球審の方との相性も良かったというかですね、結構あの低めのですね、両サイドを結構広めに取ってくれるような審判だったかなっていうふうに思いますから、まあまああのいつも通りスイスイと絶好調という感じではなかったですけども、まあまあ普通ぐらいかなというそんな感じのピッチングでしたよね。で、まあ阪神が1点先制してですね、まあ大瀬良からしたらちょっと球数も増えてですね、なんかこうやっぱ変化球変化球ってなると球数増えてきますよね。どうしてもね、あのファールファールでなかなかこう打ち取れないと、まっすぐでストライクゾーンでズバズバこう来たらですね、やっぱり初球から打っていかないと打てる確率減りますから、やっぱ初球からこう手出していくんですけど、そしたら、球数も少なくなって、完投、完封でなってくるんですけど、今日もその、ボール、ボールとかですね、なんか、ファール、ファールとか、そんなんが多くて、だからまあ、同じ打ち取られるにしても、やっぱ球数をですね、結構使うみたいな、そんな感じで、だから序盤はどっちかっていうと、阪神の方が押してたかなって、まあ、西の方も、まあ、いつも通りっていう感じだったんで、まあ、どっちか比べると、西の方がちょっと上かな、みたいな、そんな感じですよね。で、追加点も阪神が取るんですけどね、これが、まあ、なんていうんですかね、まあ、どう転ぶかなと思ってたんですけど、ロハスですよね。ロハス6番スタメン出場でですね、7番か、7番ですね、スタメン出場で、まあ、1点リードの場面でですね、糸原フォアボールかな、フォアボール、ワンアウトからフォアボールで糸原出塁して、ロドリゲスが内野ゴロでランナー入れ替わって、で、ファーストランナーロドリゲス、で、ツーアウトになってますから、ロハスですから、もうこれはもう一発狙いですね、当然ね、後ろにつないでも下位打線行くわけですから、ここはもう一発狙いと。いうところでですね、ここで、カウント悪くなってですね、2ボール1ストライク、まあカウント悪くなってピッチャーにとってはカウント悪くなって、ロハスからしたらカウント良くなったんですね、2ボール1ストライクから。で、こっ
ここでですね、こう結構ど真ん中に近いようなところになんか変化球、反則球みたいなのが来てですね、それもそれはロハスからしたらもう狙ってますから、待ってましたっていう感じで特大のツーランホームランですよね。だからこの辺もね、大瀬良らしからぬというかですね、まあもちろんさ、ど真ん中投げようと思ったんじゃなくて、まあ投げミスで真ん中行ったんでしょうけども、そういった投げミスがね、そんなに多くないタイプのピッチャーだろうなっていうふうに思ったんですけど、だからカウント悪いところでど真ん中に投げたら、それは打ちますわね、外国人選手ね、打ちたい打ちたいってなってるわけですから。でカウント悪いところからやっぱりボール球を振らすっていうのがまあまあ定石で、まあ、それを狙いに行ったんでしょうけども、それが真ん中に、まあ、フォークなのか何なのか分かりませんけど、なんかこう半速球がど真ん中行ってみたいなでホームラン打たれるっていう感じですね。まあまあ大瀬良らしからぬというか、まあ阪神からしたら、まあようあんな球投げてくれたなっていう、そんな感じのホームランだったと思いますね。で、ロハスからしたらこれはもうね、チャンスをものにできたわけですからね。その大山がコロナで離脱してですね、抹消のはずがもう一回一軍に呼ばれて、スタメンでしかも使われてですね、で、ここ一発狙ったろうっていうところでこうホームラン打てたわけですから、もうここが最後のチャンスだと思って、ロハスとおそらくこれ明日も使われるでしょうから、ね、今日ホームラン打ってるわけですから、当然使われるでしょうから、これはもう、ロハス、なんとか最後しがみついてほしいなというふうに思います。まあ来年どうなるかは分かりませんけれどね、まあ、一応韓国での実績のある選手ですから、慣れてきて実力通りのですね、活躍ができればもっと数字残せると思うんですよね。やっぱりちょっとコロナの影響があって出たり出んかったりね、調整がどう難しいとかいろいろあって、まあなかなか本来の力が出せてないと思うんですけども、まあ今のまま行くともう来年はさよならってなると思うんですけど、こう最後頑張ったら来年もう一年ちょっと見てみようかっていう風になるかもわかりませんから、その辺はねちょっとまあ頑張ってほしいな。だからその今日のホームランをですねきっかけにして、明日以降もちょっと乗っていってほしいなって、そんな感じですよね。はい。でこれで3対0になって、これでまあ西矢からまあまあいけるかなと思ったら、その裏にすぐ2点取り返されてですね、でこれがねまたこの2点取り返されたんですけど、これもねちょっとなんて言うんですかね、ロハスですよね。秋山がこうレフト前ヒットを打つんですけど、普通のレフト前ヒットなんですけど、これツーベースにされるんですよね。ちょっと緩慢な守備というか、どうもですね、なんかもう全力でプレイしてるように見えないんですね、外野守備が。なんかこう、ちんたらちんたらやってるような感じに見えてですね、これでツーベースにしてしまって、で、ランナー、サードに進められて、坂倉のセンター前ヒットで1点取られて。で、次、小園かな？小園が、逆方向にですね、長野を抑えて小園がですね、初球を、ツーシームを逆方向にですね、スリーベース打つんですけど、これも、スリーベース、まあ、どうなんですかね、あれ、ちゃんとした外野手やったら追いついてスリーベースになってなかったと思うんですよね。だからあれもレフトがきっちり守ってたらこの回2点取られてなかったと思うんですね。せめて1点ぐらいで終わってたかなと思うんですけど、まあイメージとしてはロハスがツーランホームランで点取りましたけども、守備で逆にまだ2点失ってどっこいどっこいかなっていう、そんな感じですけどね。まあまあ、ようホームラン打ってくれてよかったなっていう感じですね。あれホームラン打ってなかったら守備で足引っ張ったイメージだけが残ってたなと思うんですけども、まあ、韓国でゴールデングラブ賞取ってますけど、韓国のゴールデングラブ賞は、守備での賞じゃなくて、どっちかというとベスト9に近い、賞っていう風にですね、聞いたことありますから、そんなに守備めちゃくちゃ上手いというわけではなさそうですよね。ちょっとね、ちょっと足もね、そんな速くないし、守備範囲も狭いし、なんかどうも動きもね、鈍いなって、そんな感じですから、ちょっとこの辺はね、本職の外野手ですね。ロハスはもともと外野手ですけど、本職が内野手の大山の方がまだマシかなっていう、そんなイメージさえ、あるぐらいのですね、ちょっとまあ守備はまずいなっていう、そんな感じですよね。まあまあ何はともあれ、これでまあ3対2になってですね、まあまたわからんくなったなっていう感じですよね。で、広島相手にこういう展開になったらいつも終盤に逆転されたりですね、勝てそうで勝てないとかね、勝ててる試合を落としてしまったとか、そんなイメージがあるんですけど、今日はですね、うまく繋いで逃げ切ったんですよね。西をですね、5回3分の1から6回途中でスパッと変えたんですよね。もちろん、先発ピッチャーはそろそろへばってくる時期やというところもあって、阪神はその中継ぎが層が厚いわけですから、ここをやっぱり、使っていってですね、まあ他のチームに対してこうアドバンテージを取っていきたいっていうところだと思うんですけども、もうスパッと変えてですね、6回途中から岩貞を出して、で、
7回浜地、8回湯浅、9回岩崎っていうですね、こういうまあ勝ちパターンの系統で逃げ切りを図って、まあ嫌な感じしたんですけど、ね、うわ、また打たれるわっていう、ちょっと早すぎるやろっていう感じしたんですけど、まあこの辺は一貫しているかなっていう感じですね。まあこれね、早めの系統で失敗した、日もありますけども、まあここはね、もう一貫して、まあこういう系統で行くんだっていうですね、まあそういったところでしょうね。でしょうね。今日はまあ岩貞もうまく抑えたしですね、最大のピンチは8回の弱さのところですけども、浜地は今日ね、まあいいピッチングを見せてくれてですね、弱さも良かったんですよ。ただ、先頭の間だったんですけどね、追い込んで、ストレートで追い込んでフォークっていう、まあこれオーソドックスな配球で、しかもいいところに、フォークボールをですね、決めてですね。で、まあ、なんとかバットに当ててゴロで打ち取ったんですけど、それを1、2塁間をね、割っていくっていう、まあまあちょっと不運な当たりのヒットだったんですけど、これでノーアウト1塁っていうですね、ピンチになって、2番菊池ですよね。で、ここで菊池がプッシュバントですね、一塁側にプッシュバントをしてきてですね、まあまあ送りバント、あわよくば自分も生きようかっていう、そういったバントですよね。これを湯浅が取ってですね、でこれをセカンドに送球するんですけどね、ここでセカンドベースカバーに入ってた中野がですね、送球来ると思ってなくて気抜いてたんですよね。で、ベースについてなかったんですよね。だから球を取った時点で足がですね、ベースから離れてたんで、でこれでですね、オールセーフになってですね、まあこれリクエスト検証ね、しましたけども、まあまあ見ててもですね、完全にこう足が離れてるしですね、あれも完全に気抜いてますよね。あれはちょっと良くないと思いますね。そのグラウンドの上で、勝手に決めつけたらダメですね。セカンドに送球こうへんやろっていうね。あれ、ちゃんと補給して、ちゃんと足ね、ベースについてカバー入ってたらですね、あれアウトでしたからね。だから、あれフィルダーストイチなので、ショートのエラーっていうですね、記録つきましたけど、これはもう公式記録員の判断ですね。あれはもう、ショートがちゃんとプレイしてたらアウトやったっていうですね、そういった判断ですよね。ということはやっぱり中野選手やばいわ、まずいわけですよね。あのプレイはまずいと。で、これで大ピンチですよね。ノーアウト一塁二塁ですから、1、2番が出塁して、ノーアウト一塁二塁で3、4、5クリーンアップですから、これはもうですね、大ピンチなんですけど、ここで、やっぱりですね、湯浅投手の気持ちの強さっていうのが出たなっていうふうに思いますよね。その次の秋山選手にですね、初球ど真ん中のストレートでストライク取ってですね、で、これをもうこうなんとかこうね、レフトフライにこう切り抜けるわけですよね。で、まあ、ここで逃げることなくですね、これ逃げたってしょうがないですがね、逃げてフォアボールで満塁になってっていうね、それもダメなわけですから、やっぱり勝負していかないといけないわけで、やっぱりそこで、気持ちの強さをですね、こう出せるっていうのは、やっぱりこう、リリーフの適性があるのかなっていう、そんな感じですよね。で、秋山選手をこうレフトフライに打ち取って、で、4番のマクブルーム選手なんですけど、結構粘られるんですよね。まっすぐファールで、フォークボールもなんとか当ててファールってね、まっすぐもフォークボールもこうね、なんとかファールってなって、投げる球なくなってきたなっていう、そんな感じだったんですけど、これ、ね、決め球にね、カーブ投げるんですよね。これが見事ですよね。で、マクブルームからしたら、もうまっすぐかフォークかどっちかっていう頭ですから、カーブなんて頭にないわけですよね。で、それで最後決め球にカーブ投げて、それがまたいいところに決まってですね、これで空振り三振っていう、これはもう本当に見事なピッチングやなっていうふうに思いますよね。で、これ梅野捕手のね、リードかなと思ったんですけど、首振って投げましたからね、もしかしたらこれ、湯浅投手が自分の考えでこれカーブ投げたんかなと思って、もしそうやとしたら、大したもんだなっていう感じですよね。だからその気持ちは強いんだけど、頭冷静ですよね。すごく相手のね、そのバッティング見てですね、もうまっすぐファール、フォークボールもファールね、これどっちか、これね、まっすぐ、裏書いてまっすぐなのかフォークなのかっていうところ、どっちか二択の中でこう、頭にないカーブを投げるっていうですね、これ、もう本当に、もう気持ちは熱く、頭は冷静にっていうですね、本当にその、なんていうんですかね、中継ぎの適性のあるようなですね、そういった気持ちの強さも見れたなっていう、そんな感じですね。で、ここで気抜いて5番の坂倉にこう打たれるっていうのも今まであったんですけどね、やっぱそれが経験として生きてるんでしょうね。今まで失敗した、リリーフ失敗した時の経験もとしても生きてるんだと思います。ここで坂倉選手にも当たり前ですけど、気抜くことなくですね、追い込んで追い込んで、これ最後、おそらくですね、坂倉選手もですね、もともとキャッチャーですから、配球読んでくると思うんですよね。だからそろそろフォーク来るやろ、そろそろフォーク来るやろって思ってたところにですね、最後ど真ん中ストレート勝負いって空振り三振ですから、ここはもうバッテリー見事だったなっていうふうに思います。今日のもう勝因はもう何と言ってもここの8回でしょうね。ここは湯浅投手がですね、ピシャッと抑えたんで、もう流れをですね、相手に渡すことなく最後までいけたんかなというふうに思いますね。で、まあね、もう一つね、大きかったのはこれ、その1、2番出塁したことでですね、湯浅投手が5番まで打順回って、
して抑えてくれたっていうことですね。ちょっと岩崎投手ね、結構不安なところもあってですね、このまま3人で8回終わってたらですね、4番のマクブルームからだったんですよね、9回がですね。で、だったらその、岩崎投手ホームランね、打たれたら同点っていう、そういった場面で1点差でっていうのは、やっぱりちょっと岩崎投手ね、ちょっと不安だなって思ってたんですけど、ここでその5番の坂倉までですね、回してくれたんで、9回下位打線だったんですよね。これがね、まあまあ、岩崎にとっても、まあ、多少やりやすくなったのかな。まあ、9回の表にね、満塁で点入りそうだったところ入らなかったんで、ちょっと嫌な感じしたんですけど、まあ、まあまあ、下位打線ということで、まあまあ、それでもね、長の小園ですから怖いところなんですけど、まあ、今日はね、岩崎投手は3人でピシャッと抑えてくれて、今日もですね、勝ちパターンのリリーフがきっちりと最後を締めてくれたっていう、まあそういった、阪神からしたら、まあ、会心の、ゲームかな。まあもちろんね、もっと点取れる場面いっぱいあったし、本当はもっと点取っとかないいけない試合なんですけども、まあやっぱ阪神の強さっていうのは、このリリーフの強さっていうのがね、阪神の武器なわけですから、そこをまあまあ、存分に利用した今日はね、勝ち方ができたかなっていう、そんな感じでしたね。はい。で、まあまあ、とりあえずね、頭取れたんで、なんとしてもやっぱりね、最低勝ち越しなんですけど、もう3連勝、3連勝で行くしかないわけですから、広島にはもう今までもう散々負けてるわけですから、そろそろですね、そのもう、借りを返していかないといけないというところで、今ちょっと広島チーム状況悪いですから、もうここはね、阪神の方ね、ちょっと今、大山抜けて痛いですけども、その代わりにロハスがですね、奮起してくれることを願って、なんとか3連勝というところにね、持っていきたいなというふうに思います。で、明日のですね、先発が藤浪なんですよね。だからこれがね、どう出るかですよね。藤浪がいいピッチングしてくれたら、これで一気に乗っていけるっていうですね、そんな感じなんですけど、明日はね、藤浪のピッチングに期待したいなというふうに思います。あとはまあそのね、代役で上がってきたロハスと、それから、木浪とですね、それから陽川ですね。陽川は今日代打で出てフォアボール取りましたけど、木浪ね、今日代打で出てね、ちょっと、全然ダメだったんで、明日はね、まだ出番があったら頑張ってほしいなというふうに思いますので、その辺をね、明日は楽しみにしていきたいなというふうに思います。はい。明日はね、ナイトゲームということで夜ですけども、また、試合の後にお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。